次の駐日大使に故ケネディ元大統領の娘キャロライン・ケネディさんが有力だとアメリカのメディアが相次いで報道しています。1日付ワシントン・ポスト紙の電子版では取り沙汰されてきたキャロラインさんの駐日大使への指名が固まり、夫をアメリカにおいての赴任になるようだなどと報じました。また大使にはスターが来てほしいと望む日本国民が興奮することは間違いないだろうとも書いています。またブルームバーグはケネディ氏はすでに引き受けたとして、正式な発表は今月の末になるという見通しを伝えています。2008年のオバマ大統領の初当選に貢献したことが指名の背景とみられていますが、ホワイトハウスはこの件にはまだ一切コメントしていません。